ウィロー89年カプコン、どうもアラヤンです。前回はテールシールドをね取ってきたとこまででしたよね。シールド、これですね、テールシールド取ってきました。この岩山の北の方にあったんですよね。でそれから魔法、魔物の骨を拾ってこのスペクターが使えるようになりましたよ。さあで次行くのは多分この岩山の東側なんですよね。こっち側行ってみたいと思います。ここのね上の方、この辺から上に抜けるんでしたっけかね。おお、岩が落ちてくる。よし、でそれからこの東、こっち側がまだ行ってないんですよね。おお、ずっと続いてますね、同じような道が。さらに分かれ道、南から行きますか。ああ、なんか出た、なんか出た。走り抜けるとなんとかなるんですよね、こいつは。おお、西に森、南は、ああ、なんかまた右に曲がってますね。先に森の方を見に行きましょうか。怖いな、なんかあるよね、これ絶対なんかあるよね。来た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 、これこそスペクターを使うところじゃないんですか、これ。でもこれ敵が出現してからだったら意味ないんじゃないですか。待って待って、シールド外れてんすけど。スペクター行って出現してからじゃダメだ。敵と出会わなくなる、そういう魔法だったはずなんですよね。使ってから通り抜ければよかったな。結構ダメージ食らっちゃいましたよ。抜けろ抜けろ。お、抜けたんじゃないか。南側に何か洞窟が見えてますね。さあどんどん行こう。おお、やばい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 、ダメージがやばいやばいやばい、急風に切れるんやもんな。来たぞ。ちょっと待って、一回ヒールメイスで回復しといた方がいいんじゃない。はいどうも、だいぶ MP なくなりましたね。大丈夫かなこれ。お、赤い洞窟、あまり強力なモンスターを出てほしくないんですけどね。お、出口があるな。あ、出口じゃなかった。こんなところでこのおじいさん何やってんだ。お前さん、見たところティア・アスリーンの人間じゃないようだが、なんじゃ知らんのかね、ティア・アスリーンを。この北にある小さな国の名前じゃよ。昔は豊かで平和な美しい国じゃったのに、今ではバブモーダがティア・アスリーンの城を支配していて、村人たちはみんなどこかへ姿を隠してしまっているのじゃ。まあわしもその一人じゃがの。隠れてきたのはいいけど、こんな洞窟の中に住まんでもいいでしょう。しかし古い言い伝えによると、あのティア・アスリーンの城は平和を愛するエローラ・ダナンの治める未来の城だそうじゃ。未来の城、なんでも勇敢なる選ばれし勇者が現れてこの世界を救ってくれるらしい。わしはその日の来るまでここで待っておるのじゃ。気長なことですね。何か他にやることはあると思うんですけどね。他のところに隠れてもいいと思うしな。あー、来た来たぞー、ここに来た。よし、どうしようかな、南から行ってみましょうか。おい、来た。突然現れる蜂やめてほしいな。よし、OK、行き止まりですね。また蜂来るかな、出ない。コウモリは来た、コウモリ来た、あー変身する。 OK、 おっと、よし OK、
まだ運気ですか。ああコウモリ。南行きますか。なんか出そう、怖い。行き止まり東にずっと進んでいくのが正解ってことですか。わーっと骸骨。よし、オッケー。こいつタイミング難しいんですよね。オッケー、また来ましたねコウモリ。来ると思ったけど。じゃあ東に抜けて、ここは北に行ってみますか。はい、行き止まりずっと東かな。あ、十字路ね。北はどう。行き止まり、どうしよう。これまでの流れだったら東ですけど、いきなりはめられましたね。やばい、やばいやつ来た、やばいやつ来た。デビルアイで、よしよしよし、痛い。ヒールメイス、オッケー、 MP 回復。 MP が本当にねえな、やべえな。西はでも行き止まってるよね。そうですよね、さっきの分岐路からどうやっても行けないですもんね。じゃあこっちかな、東側に抜けて、ここを西に行ったら、さっき壁に阻まれてた向こう側の出口でしょ。こっち側は行き止まってんのかな、どうなんだ。うわー、蜂がいっぱい来た。行き止まってますね。蜂は出てくる、出ない。じゃあおとなしくこっちの出口に向かいましょうか。行くぜ。ああこれでさっき見えてた川の向こう側に出たんですね。おお、岩が。とりあえず一本道ですね。どんどん進んでいこう。やめてやめてヒールメイスを使える MP があんまり残ってないですからね。ダメージは極力受けたくないんですよね。ずっと一本道やな。おい、くそ。よし、オッケー。よし、倒した。こいつも倒そう。よし、撃破。またこいつか。こいつ苦手なんすよね。よし、よっしゃ。ほんまにずっと一本道ですね。あ、また岩、岩が追ってくる。入って。どんどん一本の道を進んでいくだけっていう感じかな。すごい山奥まで入ってきてる気がするけど。おーっと、分岐と骸骨剣士ですね。やりにくい。下向きは距離感が分かりにくい。よしよしよし、オッケー。どうしようかな、東に行く方がいいのかな。あー、何かありますね。橋と洞窟。とりあえず橋渡ってみようかと思ったけど、なんだこれ、進めないぞ。わけのわからない魔法みたいなので進めないですねこれはどういうことだ。洞窟の中に入れってことかな。それとも南の方を見に行った方がいいのかな。とりあえず入るか。今度は紫色の洞窟ですね。蜂が来た。どうしとくか。行って。どっか行っちゃいましたね。ヒールメイス。結構 MP がやばいな。
なんだあいつ、敵なのか何なんだ。人ですね。人じゃないな。私はイーグル族のアディクと言います。あなたはバブモゴタ女王を倒すために旅をしているのですね。そのあなたにぜひお願いがあるのですが、実は私たちイーグル族はバブモーダの魔法によって国を焼かれてしまいました。人々はバラバラに散ってしまい、散らばってしまい、帰るところがなくなってしまったのです。その時私は兄のアバンと一緒に逃げたのですが、途中で生き別れてしまいました。もしアバンに会ったらこのウィングソードを渡してください。これはもらった上で使っちゃっていいってことですかね。重くて傷だらけの剣だ。この剣はアバンでないと使いこなすことができません。でももしかしたら兄はすでに死んでるかもしれないのかな。あ、いなくなったぞ。どこ行った。ウィングソード使いこなすことができない。あ、攻撃力がめっちゃ弱いな。ロングソードより弱いぞ。とりあえず今はドラゴンソードのままで行きましょうか。さあ、じゃあとりあえずこの紫色の洞窟奥を探索しましょうか。お、骸骨剣士追っていきましょうか。こっちなら抜けられんぞ。お、出口発見。これ右に行ったらぐるっと一周回ってるだけですよね。あ、さらに下がある。ちょっと出口出てみる。あ、出口じゃなかった。あの橋は呪われておる。ティアアスリーンには誰も近づくことはできない。進めない橋のことですね。あの向こうにティアアスリーンがあるんですね。あそこの橋を渡るのに何かアイテムを手に入れないといけないってことかな。雑ですね。左から行こう。ここにもう一つ出口みたいなのがあるな。あ、出口ですね。ちょっと待てよ、この左の奥の方は何なんだ。行き止まり。じゃあさっきの出口で出てしまってよかったってことですね。こんな感じ橋の下に出口があったっぽいけど、ここね、これはさっきのティアアスリーンへ続く道、あの橋の下側なのかな。そんな感じがすごいするけどな。で、後ろからとか。やっぱりそんな感じがするぞ。あそこはさっきの洞窟ですよね。回っていけるのかな。でも東にも進めるね。どうしよう、戻ってった方がいいのか。おお、なんか来た。骸骨、強い骸骨。よし、東側はなんだ。あ、行き止まりか。じゃあこれ西に戻っていくべきなんでしょうね。よし、戻れそうですね。岩が来てる、岩が来てる。やめてやめてやめて。よし、これで元の場所ですよね。さっきのウィングソードもらったから橋を渡れるとかあんのかな。あ、ダメですね。あれ、どうすんだこいつ。一旦 MP がやばいんで、回復してくれるところまで戻ろうかなと思ってますよ。結構やばいよねこれ。あ、間違えた。私に何か用かね。お前さん、ティアアスリーンに行くのかね。それじゃあわしが村から逃げるときに使ったこの魔導士の靴を履いていくといい。急になんかくれました。出口と間違えて入ったらなんかくれましたよ。魔導士の靴ゲット。これであの橋が渡れるっていうことかな。しかしあのティアアスリーンの城には絶対に近づかん方が良いぞ。どうしよう、これティアアスリーン向かった方がいいんですかね。戻ってきた。
戻ってきたぞ。これでこの橋を渡れるっていうことですよね。あ、なんてことはなく渡れるな。魔導士の靴すげえな。その魔導士の靴を履くだけでこんなにすんなり通れるもんなんですね。どういう仕組みなんでしょう。あ、来た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 。そろそろ橋を渡り切ったぞ。ティアアスリーンはすぐに到着するのかな。この上かな。来ましたね、ティアアスリーン。いや、久しぶりに街らしいところ来ましたけど、なんだこれ。入れない、入れないですね。入れる、入れる家発見。誰もいないですね。みんな村人は逃げ出したとか言ってましたもんね。ここも入れないのかな。こんな外れに一軒家がある。誰かいてるぞ。困ります、早く出て行ってください。私は何も知りません。ここに人が住んでいるのが知られたら、またバブモーダが襲ってきます。このティア・アスリーンのことが知りたければ、城の東にある岩山へ行ってみれば、きっと一人の老婆がそこにいるはずです。その老婆は毎日その岩山へ行って一日中遠くを見つめているそうです。彼女はティア・アスリーンからバブモーダにノックマー城に連れ去られたのですが、アークというこの国の戦士に助けられたそうです。今は情報よりも回復が欲しいな。とりあえずそのおばあさんのところに行かなきゃいけないってことかな。さあ、ここも入れるぞ。誰もいない。やっぱり村人たちはみんなどっか行っちゃってるんですね。ここは入れないでしょ。ここも入れない。入れるぞ。誰かいてる。バブモーダ女王を倒すために来られたのか。それならここでゆっくりしていってください。あ、休ませてくれる。この人何やってる人なんでしょうね。この人は大丈夫なのか、こんなところに住んでて。結構お城が近いんじゃないんですか。もう一つ家発見。もう誰もいませんね。ここは入れない。じゃあその城の東側にある岩山でしたっけ。そこのおばあさんに会いに行きますか。この上でしょうね、多分ね。あ、これが城っぽいですね。入れないんでしょうね。バブモーダがいてるティア・アスリーン城、先に西側から見に行きましょうか。何かありそうだぞ。ああ、入れない家。ここはじゃあ関係ないですかね。東側の岩山ってとこに向かってみましょうか。東西に分かれてますね。西側が行き止まるだろうから、こっから先に見ましょうか。まあ洞窟、なんだ、老婆がいてる場所とはまた違うのかな。宝箱、空っぽですね。道が塞がれてるぞ。あ、これだけですね。今は来ない場所ってことかな。ってことで洞窟から出てきたんで、このまま東に向かっていきましょうか。北に続いてる。なんだ、暗くなったぞ。また暗くなった。どんどん暗くなっていく。大丈夫か。
モンスター急、あー行き止まりですね。急にすんごい暗くなったけど、なんでしょう。山を登って行ってるのに暗くなるってどういうことなんでしょうね。あーなんか来たよ。行った。待て、一回回復。よし、危なかった。また来た。ダメージが半端なくでかいんですけど。また来たぞ。いて。よっしゃ。一戦ごとに回復してますけどね。どんどん来るなぁ。振れ、剣を振れ。よし。ああ、ボス戦終わりですね。あ、いてる、誰かいてるぞ。よくあんなところ通って毎日こんなところに来るな、こいつは。ノックマージョ、お前さん、あの悪魔の住む城へ行きなさるか。やめた方がええ。それよりも神の予言を信じて待つのじゃ。いつの日か選ばれし勇者が現れて、その悪魔の力を封じ込めるという。わしはその日が来るのを、このノックマージョの見える岩山でずっと待っているのじゃ。恨みがすげえな。恨みつらみですよね。こっからノックマージョが見えてるってことは、この北側にノックマージョがあるってことなんでしょうね。とりあえず何にも、この会話聞くためだけにここにやってきたっぽい感じだから、どうしようかな。また来た。戦っちゃいます？レベル上げ。よし。ばあさんに会ってきましたけど、どうしたらいいんでしょうね。何も先に進むようなイベントがなかったぞ。一旦回復して、ばあさんの情報を教えてくれた南西のお姉さんの家に行きましょうか。お姉さん。あ、もしかして同じこと言うんじゃないですか。この間もこのやりとりやったと思いますけど、何も教えてくれないじゃないですか。どうしよう。あの老婆のところに行ったからってどうなったんだ。普通に城の中入れるとこないかな。あ、入った。普通に入れましたね。あー、なんか城の中は入りましたけど、どっちから行こう。とりあえず左行く。なんか来た。これ骸骨剣士の鎧版かな。行ったですね。なんか来た。あー、これはデビルアイじゃないと攻撃が効かないやつ。ワープするやつですね。オッケー。あー、行き止まっちゃいましたね。さあどこ行こう。これどうしようかな。ぐるっと外周から回っていく感じにします。あ、またこいつか。外周と思ってたらさらに西側に道がある。どうしよう。これは人ですよね。人です。人だな。誰これ。これはコロティアアスリーンの戦士アーク。あ、これが老婆を救い出したアークですか。もしやお前は伝説の勇者。そうか、神の予言は本当だったんだ。この先の部屋にエボシースクという怪物がいるのだが、俺の力では倒すことができん。俺のカイザーソードをやろう、ウィロー。お前ならあの怪物を倒すことができる。カイザーソードゲット。英雄の剣ですね。頼んだぞ、ウィロー。アークが逃げていった。カイザーソード、あ、強えな。じゃあとりあえずこのカイザーソードでこのボスを倒しに行きますか。エボシースク。どんなやつ。何こいつ。何これ。え、マジでめっちゃ弱くない、これ。逃げながら切るだけじゃないの。嘘、そんなに弱い。こっちから来た。
団長ノーダメージ弱ー、すんごい経験値くれる。レベルアップしたよね。レベル10になりました。ひょえーこんなもんでいいんですか。この奥に行けばいいのかな。誰こいつ。前に捕まってたやつよく似てるけど違うな。グワッハ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 、俺はノックマーの将軍ケイルだ。まんまと我々の仕掛けた罠にはまったな。貴様の持っていた神の紋章はいただいた。これで我々のバブモータ女王はこの紋章を封印し永遠の命を持つことができるのだ。グワッハッハッハ。じゃあおとなしくそこでのたれ死ぬがいい。グワッハ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 。誰だこいつ。おとなしくそこでって去っていきましたけど、ウィロー、これは誰か捕まってる人ってことかな。やあウィロー、また会ったな。やっぱりそうですよね。お前もノックマー城へ行く道を探しているんだろう。ここへ来る途中に出会ったアークとかいうやつに聞いたんだが、ティア・アソリーンの村のどこかに秘密の洞窟があるらしいんだ。あの宝箱で封じられたとこじゃないですか。どうもそこがノックマー城に通じているらしいんだが、まあこうなっちまったんじゃもうどうしようもないかな。どうしようもないのこれ。ジタバタしたって仕方ないだろう。怒られました出られないかな。出られないですね。おお、びっくりした。急に穴が開いたぞ。誰。ああ、フランジーン。ルールとフランジーンじゃないですか。ミロを助けに来たぜ。来たぜ。すぐにこの城から出てノックマー城へ抜ける秘密の洞窟を探すんだ。んだ早く神の紋章を取り戻さないと、バブモーダの邪悪な魔法で世界が征服されてしまう。しまう。この失恋の粉を持っていくといい。この粉に触れた者は誰でも正義の心を持つという魔法の粉なんだ。失恋の粉やのに、きっと役に立つだろう。だろう。失恋の粉っていうのは失う恋の失恋じゃないのか。さあマドマーティガンも先に行った。彼の後に続け続け。どうもありがとう。助けてくれましたねフランジ。おお、ちゃっかりちゃっかり出ていったぞあいつさあ戻ろうか。どこに出ましたかこれは。ちょっと城の中の散策が全然まだなんでね。宝箱がないか探して回りますか。これは一体どこ。なんか出口らしいものは見つけましたけど、地下にいてたのかな。何か発見。階段ですね。何かありそうでしょう。ここは違うフロアに来たって感じかな。なんか見つけた。ワンダーソードゲット。英雄の剣カイザーソードより強いんですかね。回復。あ、強い。ワンダーソードの方が強いぞ。カイザーソードは一瞬で必要性がなくなったな。ワンダー装備。重てえこの剣。めっちゃ重いなこれちょっと待って、ガイザーにガイオーがさすがに使いにくいわ。ここにも入り口がありましたね。先にこのフロア全部回ってからにします。発見。バトルシールドゲット。これは防御力上がるんでしょうね多分ね。
だいぶ上がんねえ。バトルシールド。よし。じゃあさっきの入り口行きますか。こっちね。ああ、前のフロアに戻るための階段って感じかな。戻ってきましたね。多分出口でしょう。オッケー、戻ってきたぞ。で、次に行くのはこの東側の洞窟っぽかったですよね。こっちだろう。おお、なんかいてるぞ。フランジール、フランジーンですね。ここが秘密の洞窟らしい、らしい。中は宝箱で入り口が塞がっていたんだ。気をつけてな、ウィロー。ウィロー。なんやねん。なんやねんな。さあ、やっぱりこの奥が洞窟なんですよね。さあ、この奥、ウィロー。じゃあ、この奥の宝箱の向こう側。多分宝箱溶けてくれたんでしょうね。そっち行きますか。ここじゃあラスト、ノーマック城でしたっけ。最後のお城に向かうための、あ、いけるいける、道になってるってことですね。この奥、こっからじゃあ洞窟を抜けてバグモーダ女王の待つ城へ行けってことなんでしょうけども、続きは次回やっていきましょうかね。結構いい時間やってますよね。さあ、次がラストダンジョンの予感がしますけども、果たして合ってるんでしょうかね。というかラストダンジョンまでまだ行っちゃダメな気がするんだよな。なんだっけ、そうそう、フィンラジールが動物の姿になってるんですけど、あれをね、解いてあげたいんですけども、このままラストに行って大丈夫なんでしょうかってところで、まあ、とりあえず一旦まあ抜けて、この奥、ノックマー城ですね、ノックマー城へ行こうかというところですね。さあ、次回ノックマー城行きたいと思います。ってことで今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。